起立。何が？なんて言うのかな、その…うってた、脱力しすぎちゃった。ごめんね、サンデー。尋常よりは普通の友達の方がいいよね。わっと取り囲まれるよりはさ。そうでもないけどね。カップルは放っておくのが礼儀ってもんだ。しかし、バカップルにまで発展したら、裏剣が飛ぶかもしれない。バカップルって？リンゴか。リンゴで思い出したけど、お腹グーグー鳴っちった。もしや聞こえたなり？よかったよかった。ってなわけで、早速学食に突撃しましょう。お弁当？京介くんもマメだね。将来はレベルの高い結婚ができるよ。妹さん？エマちゃん？京介くんがヤバすぎるんだよ。でも懐かしいな。ちゃんも同じ学校？ここ？お？ふん、そうなの？何年も経ってるからね。いろいろと変わっちゃうかな、みんな。でも学食で食べたらダメってこともないんでしょ？一緒に行こうよ。ほらほら、そうと決まったら早く早く。なんでよ、お腹と背中がくっ
うそ、もしかして彼氏彼女の中になっちゃったの？私、邪魔しちゃって大丈夫？ならよかったけど。ごめんね、またやっちゃった。でも、ほんと懐かしいね。また引っ越してきたんだ、よろしくね。その猫って…あ、これは黒猫のサンデー。日曜日に拾ったからサンデーって言うんだ。学校に連れてきて大丈夫なの？うん、OK もらったよ。よかったね。人がいっぱいだね。座るところないかな。だったら今日は外で食べようよ。天気いいんだし。でも私お弁当持ってないんだよね。パンとかおむすびだったら購買で買えるよ。凝ってたよ、カルシウムだって。それそれ、サンデーも同じやつ。でも今日は買ってくるの忘れちゃったんだよね。だから今日のご飯はツナパンなのです。
き平気。トーリちゃんはそのお弁当自分で作ったの？ううん、お母さんが作ってくれるから。お料理ができないといいお嫁さんになれないよ。できないわけじゃないんだけど。お、考え方古い？お兄ちゃん？こんなところでご飯？購買に行ったらたまたま背中が見えたから。久しぶり。千尋ちゃん。エマちゃんもすぐに思い出した。これで京介くんが忘れんぼだってことが証明されたね。どうして？どうしたの？また引っ越すことになったんだよ、この森園町に。そう。久しぶりね。今日はここでお昼なんですか？学食行ったら満杯で、だから外で食べようって。でも購買のパンあんま美味しくないね。私も一緒に食べる。お弁当持ってくるからちょっと待ってて。いつもは一緒じゃないの？じゃあもしかしてマジで京介くんと通りちゃん二人きり？顔がにやけてるよ千尋ちゃん。そりゃにやけるって。そんなんじゃないってね、京介。とりあえずはそっとしておきますか。でもいつもってここで食べてるんじゃないの？エマちゃんちょっと不思議そうだったけど。いつもはテラスで食べてるんだ。気持ちいいんだよ。ほーん。ねえ、私もこれからは一緒していいかな？もちろん。私もお弁当作ってきちゃおう。多分参考までにちょっと食べさせてちょ。いいよ。お待たせ。ねえエマちゃん、私さっきね、これからのお昼休みはみんなで一緒しようって決めたんだ。うん。だからエマちゃんもそうしようよ。そうね。
そうする。うん。ちょっと寒いみたいだけどね。さっきから気になっていたんだけど、その猫、何？サンデー。サンデー？へえ。今回もやっぱり両親の都合で？ん？何が？この町に戻ってきたの？まあそんなところかな。ん？それと、もう一つ気になってるんだけど、その制服、前の学校の？そんなにかっけえ火の車なの？そうじゃなくて、まあお金は関係あるけど、私いつまた引っ越すかわからないからね。だからとりあえず買わないことにしたの。そうなの？ずっと居つくことになったらその時は買おうと思ってるんだけどね。卒業したらお風呂でよかったらあげようか。なんかサイズ合わなさそうです。そっかな。なんで私見るのよ。まあせっかくもらっても無駄になっちゃうかもしれないし、やっぱいいっす。でも千尋と再会するのもあの夏以来か。エマちゃん、さっき京介くんも言ってたんだけどさ、